師匠、グレイグでございます。久方ぶりです。おーおー、グレイグじゃねえか。てめえが修行を終えて町を旅立ってからもう十数年か。てめえの活躍は散々聞いてるぜ。図体でけえだけが取り柄だったてめえが今やデルカダールの英雄さ。思ったよりお元気そうで何よりです。師匠の下で騎士道を教わっていなければ今の私はありえない。ここを旅立って多くのことがありました。16年前のユグノアの悲劇に始まり、先日の大樹の落下、そして今や魔王が。そういえばシルビアはどうしたのだ。私は師匠と話しているからちょっと様子を見て。あ、そっか、私を探しに来てくれたのね。実はね、私あなたと再会できたらウルノーガと戦うって心に決めてたの。だけどパレードのみんなを預けるためにパパと会う決心がなかなかつかなかったの。あ、話し合えば分かり合える、そう覚悟を決めてここまで来たんだけど、やっぱりパパと会うのが怖くてね。私がこの町の出身だって話したことあったかし。そう、グレイグが言ったのね。聞いての通り、私は子供の頃から騎士になるべく徹底的に鍛え上げられた。だから私はずっとこの町で騎士として生きていくものだと思ってた。そんな時だったわ、サーカス団が来たの。そのサーカスのショー、とにかく面白い。そして私は確信したわ、笑顔は人を強くする、私の騎士道はこれだってね。いても立ってもいられなくなって、今の私に必要なのは旅芸人の修行だってパパに打ち明けたら、その時言ってやったのよ。世界中の人たちみんなを笑顔にできるような私にしかできない騎士って、屋敷が壊れるくらいパパと大喧嘩して私はこの町を飛び出したってわけ。
おセンチな話でもあなたとお話しよしパパに会いに。パパ、ただいま。誰だてめえ。てめえは。我が息子ゴリアテ、どの面下げて帰ってきやがった。ひー、ごめんなさい。ごめんなさいだとか。おい、てめえの騎士道ってやつで世界中を笑顔にできたのか。いいえ、まだです。だったらなぜ帰ってきやがった。てめえは大口叩いて出て行った。なのに夢を果たさぬままよくも抜け。パパ、まさかそれって。ちっきちゃう。こんな体でなけりゃてめえをぶん殴ってたところだ。ありがとうパパ、ずっと私のこと認めてくれてたのね。私確かに夢半ばのまま帰ってきちゃったけど、それ、魔王か。そう、魔王がいる世界じゃ
人は心の底から笑えないの。だから私、魔王を倒す。そして明るい世界を取り戻して。魔王を倒すだと？てめえまたどでかいこと言いやがったな。ええ、必ず。騎士に二言はないわ。それで実はパパにお願い、魔王を倒すまで私の仲間たちを預かってほしい。そして私の代わりにみんなの中心。そんなもんお安い御用よ。困ってる人を助けるのが騎士道って。パパ本当？おうよ、ドーンと引き。キャー、パパありがとう。おう、それじゃみんな。パパ、これを。おいおい、な、何してやんだ。なんだこの服は。こんなもん聞いてねえぞ。だって私の代わりにみんなの中心になってくれるって言ったじゃない。に二言はないんでしょ。そういうことじゃ。みんな、いいわね。パパの言うこと、ちゃんと聞くのよ。お姉様、行かないで。私だって、みんなとお別れするのは。だけど、みんなの笑顔を奪う魔王ちゃんを倒さなくっちゃ。どんなに遠く離れようと、私たちずっと。お姉様、困った時はいつでもい。私のわがままに付き合ってくれて本当にありがとう。あら、
そういえば私の船なら町を出て東の浜辺に置いてあるの。船があればこれまで行けなかった場所に行けるようになるな。引き続き